ディープフェイクっていう相手の人生を崩壊させかねないような方法、 SNS とかで自分の情報バンバンみんな出してるじゃないですか。人の人生壊すのって1分あれば十分なんですよね。どういう仕組みなのかっていうのは分かんないんですけど、アプリに実はその機能がついてるものが多いんじゃないかと。すでにだから情報っていうのはもう漏れてて。好きと楽しいをシェアするレイトナオカルト部です。皆さんよろしくお願いいたします。本日も、特別顧問の都市ボーイズ岸本先生にお越しいただいております。岸本先生、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最近うちの会社も、はい、いわゆるその DX っていうので、まあ、自分も全然無知なもので、うん、いろんなことがこう最新テクノロジー使ったりとか、アパレルの小売店舗ですごい人と人を大切にする会社なんですけども、なんかこう人に代わったいわゆる AI とかに頼ったりとかする、うん、システムとかもどんどん入れてたりしてるんですね、はいはい、最近 そのよく聞く AI みたいな、うん、都市伝説界隈で実はもうこういう AI の中でこういう怖い恐ろしい話があるんだよみたいなのとかって何かご存知だったりしないのかなっていうふうに思いまして、うん、AI に限らず、はい、まあ、ちょっとテクノロジーの発展によって、はい、これが身近な危険になっているっていうのはあるんですよ。つまり都市伝説ではなくて、もう結構リアルに危なくなってきているっていう話なんですね、はい、例えばですけど、まあ、会社関係とかでもいろいろ人間関係で問題が出ること多いじゃないですか、はい、で相手に嫌な感情を持った時とかに、今までは直接言ったりとか、はい、何かしらでSNS とかでこう、ね、何かしら言ったりとか、はい、その程度のことが多いと思うんですけど、マジで相手の人生を崩壊させかねないような方法とかが一般市民レベルで AI とかそういったものを使ってできるようになってるんですよ、はい、例えばですけど、じゃあまあ、お二人がいきなりですよ、本当何の前触れもなく同僚からAV 出てたよねみたいなこととかを言われる可能性があるんですよ、はい、いや出てない出てないってなるじゃないですか。いや出てるよ、だって見たもんってなるんですよ。自分でじゃあ見してよってなるでしょ、はい、なるじゃないですか。自分出てることになってるんですよ。へー、全然意味わかんないじゃないですか、はい、それがもし実際に起こったら、はい、これって今ディープフェイクっていう技術がありまして、結構最近で話題になったので言うと、オバマ大統領がディープフェイクっていうまあ、AI とかも使って、まあ、フェイク映像ですね、はい、いわゆるその本人とほとんどもう違いがわからないような動く動画の、映像を作るっていう技術が発展してるんですよ、うん、で、まあ、それを自動認識でいろいろこう話す言葉にその顔をこう変えたりとかっていうこともできて、はい、でそれが一般レベルでも使えるようになってるんですね。実現してきてるんですね。そんなのってでも、じゃあ実際自分がやったらすごい手間暇かかるし、はい、じゃあ何か悪い、ね、サイトとかに頼むってなった場合、どれくらいかかるんだろうって話なんですよ、はい、実際じゃあ嫌いな人の AV を作るのをいくらぐらいでできると思います？20万ね、うん、数十万円は、まあ、まあそれぐらいかかるだろうって思うじゃないですか、うん、最安で3000円ぐらいで作れたりするんですよ、本当に、ね、中国を中心にそういうディープフェイクのやつの、映像を作るみたいな受けたまわる業者が出てきちゃってて、でもう本当1分とか2分のちっちゃい短いやつだったら本当3000円からとかそんなレベルなんですよ。でも人の人生壊すのって1分あれば十分なんですよね、うん、だってその流出動画っていう風に出して、うん、でそれがみんなに出回っちゃったらもうそれで終わりみたいになるわけじゃないですか、はい、でそれが実際に日本でも、もう起こってたんですよ、とある OL さんの会社で、はい、その OL さんが、AV に出演してるっていう噂が出回って、はい、で実際自分で見てみたら、そのサイト見てみたら自分らしき人が出てるんですよ、はい、でも身に覚えはもちろんない、はい、じゃあどうしたのかっつったら、その、会社の同僚が実はやっていたみたいな
ことがあったりとかしたんですよね、はい、そう考えるとまあテクノロジーの発展って行き過ぎると何されるか分かったもんじゃねえなっていう、はい、でそれのすごいところっていうのが、AI なんでどんどんラーニングしていくんですよ。どんどん覚えていって、でその精度が上がっていくんですね、うん、っていうのはその人の表情が多かったりとかその人の声があったりとかすれば、はい、どんどん本人に近づいていくんですよ、うん、で今って SNS とかで自分の情報バンバンみんな出してるじゃないですか、はい、その写真がいっぱいあればあるほど本物に近づくんですよ。つまり自分で情報を出したことによって自分の正確なやつを作られちゃうっていう可能性が出てくると。学習素材がもうただで転がってるようなものですよね。で、まあ、一説には数十枚の写真があればもうその動画作れたりするみたいな話なんで、あ、インスタのアカウント、そうですよ。だからもうそれだけでもしかしたらとんでもないことになる可能性もあるっていう危険性をはらんでるってことなんですよね。今の話で言うと、じゃあ情報出さなきゃいいんでしょってちょっと思うじゃないですか、うん、自分からインスタとかツイッター上げなきゃいいわけじゃないですかっていう話にもなるんですけど、うん、それがそうでもないと、っていうのも、はい、僕ね一回ちょっと結構怖いなっていう体験していて、はい、っていうのが僕自転車事故を起こしたんですよ一回、はい、事故っていうか、まあ、僕が乗っていた自転車を車が引いちゃって壊しちゃったんですよね、はい、でその時にまあそれに関するノウハウが僕持ってなかったんで、はい、知り合いの人が保険とか詳しかったりとか、はい、まあ、どういうふうに対応したらいいかみたいなのを知ってたんで電話して聞いたんですよ、はい、まあまあいろいろアドバイスもらって、あ、こうしようって思って、でちょっとした時に僕 Facebook やってたんですけど、はい、ほぼほぼ開いたことなくて、でもう何ヶ月もその使ってなかったんですけど、はい、あるタイミングで同窓会かななんかでちょっと使わなきゃいけないみたいなのがあって開いたんですよ。相当久しぶりに、はい、数年ぶりぐらいかなレベルで、したら開いてすぐに広告が出たんですよ、はい、それが自転車の保険の広告だったんですよね。これ僕が検索とかしてればまだわかるじゃないですか、はい、そのね、検索の履歴から、ね、クッキーみたいなやつでこう、はい、ね、表示するみたいな話あるんですけど、はい、僕電話しかしないんですよ、うん、なんですけどそんな確率ありえるって思うじゃないですか、はい、たまたま開いたタイミングでそれ出るって思うじゃないですか、はい、これ僕だから気になって調べたんですよ、はい、実は世界中でこれあるらしくて、どういう仕組みなのかっていうのは分かんないんですけど、はい、アプリに実はその機能がついてるものが多いんじゃないかと、はい、っていうのもアプリに音声マイクをオンにして使ってくださいっていうものとか、あの情報をね、ここでオンにしてまんま使ってくださいって強制されるものとかあったりするじゃないですか、はい、それってもうそれがある時点で音声データは取れるっていうことでなんですよね、うん、でアプリ作ってる会社とか Facebook 自体とかそういうところはもちろん否定するんですよ、そんな人のデータ取ってませんよって言うんですけど、ただ、ある大学が調べたところ、その気になれば取れるっていうアプリは何百ってあると。つまりやれるかやれないかはそのモラル、会社のモラルみたいなところに頼るっていう感じになっちゃうんですよ、はい、それってやってないって言えなくないって思って、っていうので調べたら男の人に急にウェディングドレスの広告が出たりとかすることがあったりとかするんですけど、はい、それって結婚の予定が実は決まってたとか、調べたりしてないんですよ、あくまで話してるだけとかあったりするんで、もうすでにだから情報っていうのはもう漏れてて、まあ、いつでも使われる可能性あるんじゃないかと、うん、つまり自分から出さなくてもいつでももう使われるっていうリスクははらんでんじゃないかなというちょっと AI とか、まあ、最近のテクノロジーに関するやばい話って感じですね。喋ってる音声データ、うん、まあそうなんです。それはまああくまでまあ都市伝説ではあるんですよ、はい、あるんですけど、うん、やれる機能はあるってことですね。いやすごい貴重な話いただいて、いえいえ、ありがとうございます。なんかすごいこう 身になる話というか、なんか興味本位でそういうオカルトとか都市伝説とか聞いて、好きなジャンルだからやっぱり聞いてて楽しいなっていう部分と、なんかそれプラスなんか自分の
何でしょう、こう身のためになるようなところも一緒にお伺いできたのがすごい良かったですね。はい、良かったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そろそろお時間がやってまいりましたので、本日のオカルト部こちらで終了とさせていただきます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。